任務開始。見つけたぞ。
ここから先は通さん。こっちよ。聞き出した情報によると、この辺りに暁がいるはず。何？この感覚。ここは砂隠れの里。まさか。大和隊長、目撃された暁と思われる者の正体が分かりました。そうか。行き先だけを確認して、さくらは一旦戻ってくれ。それが信じられないんですが、空間を移動したのか何なのか、とにかくさっきまでいた森とは別の場所に飛ばされてしまったようです。現在位置が分からない、そういうことだね。はい。それで暁のメンバーは一体誰だったんだ。本人かどうかの確証はありませんが、外見は間違いなくあのサソリの傀儡キルコです。しかしサソリは君自身が倒したはずじゃないのか。ですから中に入っているのは別人だと思います。きっと何かの目的でサソリになりすましているのかと。なるほど。尾行はできそうか。まだ気づかれていないはずです。任務開始。危険だ。と思ったらすぐにその場を離れるんだ。その上で飛行を続けていてくれ。はい、見つけたぞ。今君がいる場所についても誰かヒントだけが分かるかもしれない。周りを見ていて情報を教えます。わかりました。100人突破。そっちだ。はっ。逃がすな。こっちだ。はっ。
そうか、仕方ない。今来た道を戻って、とりあえず身の安全を確保してくれ。気づかれてたってわけだ。誰くらうか。異能の邪魔が効く。今日は血を奪わない。それとも、もう一度食らうか。中身は誰だか知らないけど、なんでそんなことを知ってるの。物忘れが激しいな。本当？どうして？本当にそんな。確かに良ければ、この空間を再び破壊してみれば。お前一人でできるならな。やれやれ。結局こいつで戦うことになったか。尋常に始め。現実を駆け上がった。現実はもう解いたわよ。現実？以上で演習完了だ。演習って、なるほど、すべて紅先生の現実だったってわけですね。悪く思わないでね。全部おかげさまの命令だから。師匠、気づくべきだった。もう腹立つな。しかし森の中にいた野党忍者はどうだったんですか。あれも現実だったんでしょうか。あれも木の葉の常人たちだよ。影分身で数を増やしたり、いろいろ協力してくれてね。つまり常人たちが当たっていたという別の任務が野党忍者を演じることだったと。それだけじゃなく、隠れてお前たちの動きを監視したりも。カカシ先生までグルだったのかよ。はいはい、すねないすねない。参加賞ってわけじゃないが、はい、これ。おお、焼肉級の1時間食べ放題券。おお、焼肉万歳、ぽっちゃり万歳。よかったな、長次。鹿丸は行かないの？ああ、ちょっとな。よし、それじゃあ鹿丸の分も食べるぞ。おう、いつもこうやってうまく丸め込まれてるような気がするのよね。結局ごまかされちゃったけど、これもいいかな。私たちも行きましょう。
そうね。ほら、ひなたも。はい。さて、俺たちも戻りますか。近丸、俺とお前はホカゲ様のところへ直行だ。ああ、分かってる。